久しぶりのヘアカラーだな。はい、どうもこんにちは、久しぶりのヘアカラー動画になりますね。前回ね、メンズビゲンのカラーリンスを使ったんですけど、まあ、完璧に全部押している状態ですね。こっちをで、今回はこの髪色にですね、このギャツビーのね、ヘアカラーのフェイドアッシュを使っていきたいと思います。ブリーチカラーですね。で、染める前はこんな感じの色になってます。こっち側がすごい暗い色の感じなんで、正直入るかどうかは分かんないですね。ここら辺は多分入るんだろうけど、こっち側に関しては本当にもうこことかちょっともう黒いんで、だいぶあんまり入らないかなとも思いますけど、まあ、ブリッジカラーなんで、まあ、どうなるか。仕上がりのカラーのね、表示はこんな感じになってます。上から2番目ぐらいですかね。このね、パッケージ通りにはいかないと思うので、まあ、今回の一つの例としてどうでしょうということで、フェードアッシュをやっていきたいと思います。はい、フェードアッシュをねやってきたんですけども、あんまり変化がない。あんまり変わらない。いや変わったんですよ。この毛先とかここら辺の色が全然違うと思います。前半と見比べてもらって、こっちはちょっと前半の色と見比べてもらわないとちょっとわからないんですけども、こんな感じの色になりました。やっぱり、ね、元の髪の明るさがもっと明るくないとこの色にはならないということですかね。左後ろこんな感じ。変わってるのかはちょっと分かんないんですけど、明らかここがね、金髪だったんですよ。それがね、まあ、こんな感じの色になりました。だからブリーチをした髪にこのフェードアッシュを使うと、こういったね感じの色になるというわけですね。あんまりね、大した変化があるのかないのかわからないんですけども、これはね、一つの例として見てもらえたらなと思います。ギャツビーのナチュラルブリッジカラーフェードアッシュでした。ということで、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは。元のね、髪の明るさが部分部分によってバラバラだったんで、ちょっと統一した感じになっていいかなと思います。やっぱりこっち側暗いですね。